どうもこんにちは、世界的 VIP ゲンエです。今日はですね、ちょっと車にやってきてるんですけども、車のですね、いいアイテムをですねダイソーで購入しましたんで、今回はですねそちらを紹介したいなと思います。まずこちらご覧いただきたいんですけども、これシガーソケットに挿すやつなんですけど、これね USB-A のポートが2つついてて、例えばですけどスマホを充電したりするときに非常にね便利じゃないですか。なんですけども、今後ですねそのシガーソケットに挿せるところが2つあった方がいいかなと思っていて、まあ、その内容については後々ね動画でシェアしたいと思うんですけども、そんなね僕にぴったりのものがありましたんで買ってきました。こちらです。見えますかね、二口分配シガーソケットということで、これ200円でした。早速ねちょっと開封していきたいと思います。中身はこんな感じですね。至ってシンプルですね。ここがシガーソケットに挿すところなんですけども、挿すことによっていわゆる二つ分配できるようになってます。ということはですよ、これいけるんじゃないかなと思って、これをガチャッとすることでこういう風にできますね。でもう一個同じやつがあれば USB が4ついけんのかな、ちょっとわかんないですけど多分いけると思います。1個は充電専用にしたいのと、もう1個はね必要になったのでちょっと準備したっていう感じですね。こんな感じですね。ちょっと実際に取り付けてみます。はい、ちょっとこんな感じで取り付けてみました。案外ねぴったりでしたね。邪魔になるかなと思ったんですけども、全然そんなことなくてすごいいい感じに収納されました。でこれだけ抜きたいときは簡単に抜けますね。こんな感じでですね使うことができるんじゃないかなと思います。これね本当に便利だと思います。でここいろいろね書いてあるんですけども、 LED のですね通電ランプ付きだそうです。そして最大出力はですね 90W、 2ポート同時使用で各 45W 最大だということですね。はい、というわけでいいもの買いましたんでシェアしました。参考になれば幸いです。お疲れ様でした。